はいどうも。今日はですね、自称ホワイト企業のワタミについてお話をさせていただきたいと思います。はい、このところね、何かと話題に上っている、自称ホワイト企業のワタミでございますが、またね、何かしらちょっと情報が出てきましたのでお話をさせていただきたいと思います。はい、今回出てきました情報がこちらでございます。ワタミ、上司が勤務記録書き換え、女性社員が会見で告発となっております。それではね、内容の方ちょっと読んでいきたいと思います。はい、外食大手ワタミが社員への残業代未払いで労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、ワタミは2日未払いのあった40代の女性社員の勤務記録を上司が書き換えていたと明らかにしたということでございます。これひどいね、隠蔽してたってことでしょ、書き換えしていやーね、自称ホワイト企業のワタミさんですけれども、ホワイト企業のやることなんでしょうかね、これがね。いやー、俺にはちょっと考えられないかな。ホワイト企業なんですよね、ワタミってね。ホワイト企業のワタミが、勤務記録を書き換えをしたとあー、これは企業体質の問題なのか、この上司が問題があるのか、ちょっとその辺のところは分かりませんけれども、ホワイト企業としてはちょっとあるまじき行為なんではないのかなというふうに私では思ってしまいますが、いかがでしょうかね。で、同社広報担当は重大な問題と認識している、社内調査が終わり次第厳正に対処すると説明している。あー、なるほどね。会社としては、まあこの文章から見るにね、おそらくこの上司が、まあ、独断でやった的な感じにしたいのかしらっていうふうにちょっと思っちゃうよね。わかんない。もしかしたら本当にね、上司が独断でやっちゃったのかもしれないし、ね、自称ホワイト企業のワタミが会社ぐるみでやっていたかもしれないし、その辺のところはわかりませんけれども、まあ、社内調査がね、終わり次第、この上司は処分されてしまうということなんでしょう。だこの社内調査がね、どこまでしっかり調査をするかというところになると思うんですよね。まあね、この上司と言われるこの方がね、トカゲの尻尾切りに合うのか、ただ単にこの上司が独断でやっていたのか、私には分かりませんよ。私には分かりませんけれども、なぜ上司がね、この勤務記録を書き換えなければならなかったのかね。普通に考えたらよ、別にね、勤務記録を普通に提出すればいいだけの話なのに、なぜこの上司の方は勤務記録を書き換えておかなければいけなかったのか、そこまでしっかり調査をされるのかというところは気になるところですよね。いや、わかんないよ。これはもう、調査によるものだと思っておりますので、まあ、どういう結果が出てくるかわからないけれども、これは社内の体質の問題なのか、それとも、この上司に問題があったのか、その辺のところはしっかりとね、調査をして、結果の方をね、示していただきたいなと思っております。これでね、まあ、自称ホワイト企業のワタミさんがね、この上司だけの、責任にするっていうことであれば、ちょっとどうなのかなというふうに思ってしまう部分も泣きにしもあらずなんですが、まあ、そのあたりはね、どのような報告が上がってくるのかというところをしっかり見極めていきたいというふうに思っております。それから、女性と女性が加入する労働組合ブラック企業ユニオンは2日東京都内で記者会見を開き、女性は長時間労働が常態化していたのに会社は対応せず、勤務記録も勝手に修正削除されていたとし、同じことが社内に蔓延している、組織を見直してほしいと訴えたということでございます。まあ、あくまでもね、この女性側の訴えでしかないんですけれども、ワタミ側のね、その意見というのは聞けてはいないんだけれども、この社内で同じようなことが行われているような、雰囲気はありますね。この同じことが社内に蔓延しているというふうに述べているわけですので、この女性社員、この40代の女性社員だけではなく、他の方も同じように勤務記録が書き換えられているということになるんじゃなかろうかと思います。これはね、社内の調査で明るみに出てくるんだろうとは思うんだけれども、この女性社員にしても、
何の証拠もなしにね、何の証言もなしに同じことが社内に蔓延しているなどということは言うはずもないということだと思うので、何かしらのね、事実を掴んだ上でこのような発言をしているんだというふうに思います。いや、しかしですよ、しかし自称ホワイト企業の渡美さんとしてはこれはちょっと問題なんじゃないんですかね。いや、ホワイト企業ならですよ、ホワイト企業ならこんなね、勤務記録の書き換えなどということが社内に蔓延してること自体がおかしい話であって、本当にホワイト企業なのかということが疑わしい話になってくるわけですよ。結局ね、結局以前のね、精神論で、働かされるブラック企業体質は今をもってしても何も変わっていないのではないかというふうに思わざるを得ないような内容なわけですよ、これを聞くとね。いや、わかんないよ、本人たちね、その経営人たちは俺たちはホワイト企業なんだってめっちゃ思い込んでるだけなのかね、そういう風にただ単にアピールしていたのか分かりませんけれども、私にはね、私には一切分かりませんよ、はい、けれども第三者的な視点から見るとどうしてもホワイトにはちょっと見えてこないよねということは言えると思います。いやさ、だってさ、ホワイト企業だったらさ、こんな訴えって起きるはずもないよねまず起きてこないと思うのよね、なんだろう、勤務記録が書き換えされたなんていうことがさ、訴えが起きてくること自体がまずおかしいんだよね、ホワイト企業だったらね。まあ俺はそう思うけどね。まあ結局はね、火のないところに煙は立たないっていう話にもなるんだけれども、何かしらあるからこそこうやってね、40代の女性社員が訴えを起こしたんだろうということになってしまうんじゃないのかなというふうに私は思ってしまうんですよ。いや、これでね、全くね、渡美がこう、なんていうのかな、全く問題がない、こんな勤務記録の書き換えなんか一切起こってない、そんなことも起こりうるはずがないようなね、社内体制になっているのに、この40代の女性が訴えを起こしたっていう風になるんであれば、まあ、すごい40代女性の方だなとは思うけれども、常識的に考えてそんなことって俺ありえないと思うんですよ。そんなね、ホワイト企業でね、めっちゃ労働環境がきっちりしてるようなところでね、そんなさ、なんかイチャモンつけるようなことをしてね、その40代女性の方に何かメリットがあるのかって考えると全くないと思うんですよ。だからね、やっぱりどうしてもね、自称ホワイト企業の渡美さん、あなたの方をちょっと疑わざるを得なくなってくるんですけど、いかがでしょうでね、ちょっと渡美に限らずね、ちょっと思うことがあるんですけれども、その残業代未払いだとかね、サービス残業がとかっていう会社いっぱいあるじゃないですか。俺ね、もうそういう会社ってね、もう潰れればいいと思ってんのよ。っていうかね、なんでそんなところでみんな仕事してんのと俺は思ってて、もっと他にまともな職場あるんじゃねって思うわけですよ。いくらでも仕事なんてあるわけだし、なんでそんなところで働いてるんすかねって思うんだよね。結局ね、その残業代払わなかったりとか、サービス残業をさせたりとかって会社ってどっちかだと思うんだけれども、ただ単にこの経営陣が私腹を肥やすためにそういうふうにしているか、そうでもしないと会社が維持できないようなビジネスモデルでの経営をしているっていうのはどちらかだと思うんですよ。どちらかしかない話なんですよ、俺にとってはね。まあ後者に関しては、そのサービス残業とか、残業代未払いをありきでの経営をしているところというのはもう完全に破綻してるわけだから、もうそんなところはもう潰れてしまえばいいと思ってるわけですよね。だからおとなしくね、従ってね、そこで働いてるから調子に乗るわけで、そこの経営者がね、ちゃんと声を上げるべきだと思うんですよ。なんでだろうね、俺だったら間違いなくそんなところすぐ辞めてるんだけどね、なんでそういう人たちってそこで働き続けるんだろうって俺すごく疑問なんですよ。あのね、そういう経営者の方に対して、確かにね、
声を上げるってなかなか難しいことなんだけれども、やめるのは簡単だからやめちまえばいいんだよそんな会社。だっている価値ないもんだって。働く価値ないでしょそんな会社で。払うべきものを払わないようなゴミみたいな会社なんてさ、仕事しに行ってんだからね、えそれを払わない会社なんてただのゴミでしょねえ、なんだろう、なんでそんなとこにしがみつくかが俺には理解できないけれども、うん、もう少しなんだろう、自分を主張してってもいいんじゃないんですかね。ダメなんでしょうかね。だからね、この40代の女性の方みたいな訴えを起こす方が、まあ、増えてくるっていうことはすごくいいことだと思うんですよ。だからね、こうやってね、声を上げる方が増えていって、労働者の立場がね、どんどん強くなっていくことに関しては、私はいいことだと思っております。はい。なので、まあ、この女性のことをね、まあ、応援したいなという気持ちにはなってますので、まあ、今後ね、どういうふうに進んでいくかということは注意深くね、見守っていきたいというふうに思っております。ちなみに私はね、人を雇うつもりは今のところございません。あのね、給料払うの大変だからね、まあ、自分一人で生きていける、まあ自分とね、自分の家族が生きていけるだけの稼ぎがあればいいと思っているので、今のところね、人を増やして事業を拡大してってやるのもなかなかね、難しいところなんです。で、私の仕事の場合、こう冬場なかなかお仕事がね、こなすことができないので、その間の給料も私に負担として乗りかのしかかってきますので、そのあたりのね、問題を解決しないことにはなかなか人を雇ってどうやこうやというのは難しいところだなというふうに思っております。はい、ということでね、自称ホワイト企業についてお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。よろしければね、チャンネル登録とツイッターのフォローをお願いいたします。動画作りの励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上。